恐れ入りますが、クローゼットキャンペーンにお越しのお客様はこちらの方に一列に列を作ってお並びいただけますでしょうか。申し訳ございません。10年前のスカートでもいいんでしょ。このボディコンスーツもなんとかなるのかしら。はい、お任せくださいませ。このキャンペーンはクローゼットにおかけになられたままのお洋服をお客様にもう一度お召しいただけますよう、簡単なお直しや他のお洋服との組み合わせ、新しい小物使いなど私どもがご提供させていただくものでございます。いやはや、いつの時代も女性というものは新しいことに貪欲といいますか、チャレンジ精神旺盛といいますか。我らがパーソナルショッパーズラウンジのキャンペーンも本日が最終日。大盛況であります。はい、お待たせいたしました。ですね、このようにテーラードカラー、シャツカラーにいたしまして、ファーのティペットであしらうのが良いかと存じますが。あー、素敵、いいセンスしてるわね。ありがとうございます。チーフ、次のお客様お願いします。はい、お待たせいたしました、ご案内申し上げます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。どうぞおかけください。これを直していただきたいの。ご希望の方は任せる。あ、そうですか。ではデザイナーを書かせていただきます。こんな感じでいかがでしょうか。センスは悪くないけど甘いわね。では、袖や襟にトリミングをして。私の趣味じゃないわ。ペプラムジャケットにすることで優雅さを強調してみました。まあ、それでいいとしましょうか。お願いね。はい、それではあちらでお待ちください。あんたにデザインの何がわかるっていうのよ。いらっしゃいませ、ようこそパーソナルショッパーズラウンジへ。どうも。あ、全然すごいお客さんですね。なんかお手伝いすることありますかね。あ、そんな。じゃあこれお願いします。これって何ですか。これ引き換え券と25、あの引き換えお持ち、あ、お持ちなんです。お持ち。25番まだ。25番ってまだ10、少々お待ちください。ちょっと続きから。はい。25番のお客さんが。22番どうなってるのよ。申し訳ございません。おやおや。それに引き換え男性陣は女性陣の勢いにたじたじ。これも世の習いでしょうか。入っちゃったよ。ちょっと顔出したら倉田さんに捕まっちゃってさ。お疲れ様です、うん、味、あのクローゼットキャンペーンなんてなんでこんなこと思いついたの。きっかけは強行女子ですよ。え、彼女にパーソナルショッパーの問題点を指摘されたんです。確かに物はいいけれど値段もいいと。それに日本人は世界で一番洋服持ってるけれどもそれを着こなせない人種でもあると。なるほど。きつく一理あるな。で、飾ることもいいけれど飾らないおしゃれがあってもいいんじゃないか。新しい自分を発見するばかりでなく自分らしさをより深く追求することもファッションだと思ったんですよ。なるほど。元は京子ね、うん、あ、俺離婚届出したよ。これで晴れて正真正銘の独身貴族だ。万歳。そうですか。これからお前見習っていい女でも口説いてみるかな。室長、どうぞ。 ありがとうございます先輩。うん。俺っていつも相手に合わせすぎですかね。結果本当の自分というものを持ってないように見えます。問題いきなり。あ、それお前京子に言われたのか。結構鋭いとこあるからな。ズバッと来た時は大概当たったりしてんだよな。はい、失礼します。ん、吉川本部長です。あ、本部長。あ、返事もらいました。ん、都築薫からこの間の返事。ああ、そんなの初めから期待してない。言いたかったから言っただけ。そうなんですか。気になんだったら聞いてみれば。蹴りつけないと先進めないもんね。
そのつもりです。私はスッキリしすぎちゃったかな。今朝の会議で事業部の伊藤本部長から厳しい突き上げがあってね、このまま売り上げ上がらないと1ヶ月後ラウンジの閉鎖は確実だ。ジャンルブランドの入店準備も着々と進んでるそうだ。そんな、今回のキャンペーンでより多くのお客様にご利用いただき、ぜひ今後も続けてほしいとのご要望もたくさんいただいております。たとえ数字にはっきり現れなくとも、我々の真心は十分にお客様にお届けしているつもりです。真心だけでは商売は成り立たない。仕立て直すだなんだって実質儲けにつながらないクローゼットキャンペーンなんて無意味だと、そう言われたよ。だがチャンスはまだある。プリストン商事社長相川様のご子息、結婚が決まってね。うちが結納から結婚式まで全てのお支度を一手に引き受けることになった。招待客だと1000人を上回る。引き出物でも数千万、全部合わせるとおそらく億の取引になるだろうな。衣装宝石など身につけるものはもちろん君たちが担当してもらう。じゃあそれを成功させればラウンジの存続も十分検討の余地があると。そういうことだな。わかりました。必ず成功させます。というわけで、早急にカタログサンプルなど可能な限り集めてください。先方から託されたキーワードは精査、そして拡張だそうです。約1時間後にミーティングを行いましょう。それまでよろしくお願いします。じゃあそろそろ始めましょうか。はい、じゃあちょっと片付けてこの辺。正常です。ちょっと今しお見合い。ええ、今度の日曜日1時帝京ホテルよ。ちょっと待ってよ、お見合いなんて冗談じゃないわよ。それにね、そんな急に言われたってお休みなんて取れないんだからね。だいたいあなた何のために仕事してるの？結婚もしないで一生働くつもり？来年は30よ、30。それがどうかした？30過ぎたらお見合い相手のレベルがぐーんと下がるのよ。その時になって後悔しても遅いんだからね。いいわよ、お見合いなんかで結婚しようとなんて思ってないわよ。あら、もしかしてそういうお相手がいるの？別にいないけど。もういい加減自分の幸せってもん真剣に考えなさい。お見合い写真送ったから待ってるわよ。あのね、最後にもう一度念を押しますが、今回のプロジェクトはこのラウンジにとってだけではなく、ハリーズ全体にとっても大きなビジネスチャンスです。プリンストン商事はご存知のように、我がハリーズにとって大のお得意様、フミヤ様はそちらの御曹司であられるということを忘れなく。お嫁さんになる方もお嬢様なんですかね。ほら、社長令嬢とか。なるほどね。いえ、お父様は普通のサラリーマンだそうです。そうやったら玉残しやん。いいですか。世界一幸せな花嫁にしてほしいというのが相川社長様からのご要望です。相川様ご一行は明朝11時にいらっしゃいます。世界一幸せな花嫁直子様のご希望を十分にお伺いして、最高のウェディングセレモニーをご提供できるようにスタッフ一丸となって頑張りましょう。ではよろしくお願いします。お願いします。このラウンジ始まって以来のビッグビジネスよね。ですよ。ねえ、レゾンメ式っていうことでみんなでちょっと行かないのか。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、ね、行きます。行っちゃいましょう。後で追いかけますから、場所決まったら電話ください。行っちゃいましょう。榊原さんは？すぐ行きますから、下で待っててもらえますか？はいはいはい、行っちゃおうって、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。あのさ、場所決まりました。あ、本当？居酒屋水魚。ああ、じゃあ生ビール2つ頼んどいて、すぐ行くから。生二丁、喜んで喜んで。